イソ風型駆逐艦は、大日本帝国海軍の駆逐艦の艦級。日本海軍の正式類別は、天津風型駆逐艦。天津風型駆逐艦4隻は、海風型駆逐艦に次ぐ、国産一等駆逐艦で、84艦隊案の第一歩となる対象4年度を成立した、軍備補充費の予算追加要求で計画された。予算は、 大正5年度と同6年度の心臓鑑定製造費から4隻合計811億3660万円と説明されている。呉れ海軍交渉で2隻、三菱長崎造船所で1隻、川崎造船所で1隻が建造され、4隻とも1917年に竣工した。飛行から5ヶ月ほどで竣工したカバ型に対し、浜風で、 浸水から竣工まで5ヶ月かかっていて、より慎重に工事が進められたことを示している。基本計画番号 F24、海風型の拡大型といえる艦級である。船体は海風型に引き続き船首郎型。艦首は、いわゆるスプーン型で、日本海軍では対象4年度計画の駆逐艦から採用されており、一等駆逐艦には本型から採用された。 両派性はまだ十分でなく、1919年の大演習で、浜風が波浪によって、環境破壊の被害を受けている。船体構造は重量軽減策として、縦通構造としたが、工作が面倒で以後の駆逐艦には採用されなかった。法は40口径12センチメートル法に統一し、4門すべてを中心線上に配置した。魚雷発射艦は、 連装3機6門として、海風型より強化された。ボイラーは海風型と同じ重油戦傷艦と、石炭重油混傷艦を搭載。全部2機が小型の混傷。後部3機が重油戦傷のロゴ艦根式ボイラー警告機となり、煙突も3本となった。手機は海風型同様、直結タービンを搭載した3軸艦で、中央軸に、高圧タービン、両弦軸に、 低圧タービン各一機を接続した。さらに減速ギア接続の巡航タービンが各一機ずつ搭載され、両原軸に接続された。巡航タービンは裏風に先駆けて装備された。タービン用減速ギアは日本海軍で初めての採用で、これは呉海軍工廠と三菱で製造した。ギアの騒音が危惧されたが巡航後の問題は特になかった。また、 タービン形式は、天津風、時津風には、ブラウンカーチス式、イソ風、浜風には、パーソンズ式を採用、燃料消費量などの成績は、パーソンズ式の方が良好だった。スクリューは、天津風、イソ風が、直径6フィート6イン、ピッチ6フィート2イン、時津風が、同6フィート6イン6フィート0イン。 浜風が、同6フィート4イン5フィート10イン1、4と異なり、それぞれの比較実験を行った結果、天津風のそれが一番推進効率が良く、浜風のが最低だった。また大やけ試み後の検査ではスクリューに、最大で1、2インチの腐食が見つかり、一時的ではあるが、連続航行で7000馬力、短時間で6、10全力に出力が制限された。 大艦の時津風は、大け試みで32ノットに届かず、推進機の交換でようやく33ノットを超える、速力となった。新造時の同艦のスクリュー翼の厚さは3インチ3、4で大艦のそれは5インチと4インチとなっていて、翼の厚さが、速力に大きく影響することが判明した。4番艦時津風は、春光翌年に、九州で座礁し船体破壊。 大館を建造している。ただし名目上は大修理とされて、新館とされなかった。1935年4月1日に4席揃って、助席、館名は4席とも影郎型駆逐艦に継承された。磯風型は4席揃って一国駆逐隊を編成した。大正6年4月1日、横須賀守府籍の磯風、浜風、天津風、 時津風の四席で編成。同日に、春雨型駆逐艦、上風型駆逐艦からなる先代の第一駆逐隊が、第四駆逐隊にスライドし、二代目の第一駆逐隊となる。大正七年十月十三日には、舞鶴鎮樹譜に転籍、第三十三駆逐隊となった。大正十一年十二月一日には、暮れ鎮樹譜に転籍。大正七年四月一日に、 春雨型駆逐艦、白雲型駆逐艦からなる仙台が第27駆逐隊となって、以来の2代目第18駆逐隊となった。所属部隊と所属駆逐艦の編戦は以下の通り。各艦の艦歴は各艦の項目を参照。ありがとうございます。